はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということでですね、えー、今回の動画なんですが、まあ、過去の走行距離と競馬の成績の関係というところでお話ししていきたいなと思います。まあ、一番上に書いてあるのは、まあ、ちらっと見ておいてください。えー、っと、まあ、アスリート、スポーツの世界ではですね、疲労回復することも当然成績につながる大きな要素ということになります。で競馬の世界でもそれは同じことだと思うんですよね。 ただ、競馬の場合っってやり出走していかないとねお金にならないですしねまあ維持費などの問題も出てくるといろんなことがあってまあ計算的に走っているかそうでないのか狙ったところ走れているのかというところがですね過去の走行距離で分かるんじゃないのかというようなねデータ、結果をご紹介していく動画になっております。 まずこちらですね。はい。えー、オープン以上のレースにおいてですね。はい。まず、あ、狙ってくるっていうところある程度考えるとですよ。えー、前24週間、えー、レース前24週間での走行距離順、長い方が上位となるわけなんですが、えー、この表ですね。えー、まぁ、あ、パッと見てね、わ、えー、かるんじゃないのかなと思うんですけど、やっぱね、出走馬の中でいっぱい前24週で走ってきている馬の方が勝率が低いんですよね。馬券率も。うん。で、 まあこれで見ると4位ぐらいまではとても低いですよね、勝率が。で、5位、6位、7位、8位、9位、10位、このあたりですね、真ん中らへん、このぐらいのところの勝率、副勝率、成績が良いという感じになっております。ある程度狙ってね、来ているんだろうと。で、下の方の馬たちはじゃあどうなのかって言ったら、 あまり走っていない、まあ、休み明けだったりとかですね、まあ、急遽出てきてるような馬たちもいるんじゃないのかというところが見えてきます。はい。で、非常に真ん中がいい。ただ、えっ、ー、と、競馬ってね、何頭立てってありますからね、この10位とか11位が最も低い場合もあるわけですよ。ね、11頭立ての11位って一番下じゃないですか。なので、次の画面です。 で、この画面ですね。16度以上のレース成績。その条件というのは先ほどのね、オープン以上ということになります。で、この動画に障害成績は含んでおりません。はい、16度以上なんで、まあまあ、ほとんどね、順位が、えー、いい感じにグッと固まってくるわけなんですが、うん。やはりですね、えー、いっぱい走ってるもの成績は悪いままですよね。で、やっぱり真ん中ら辺下の方になってくる方が成績がいいと、まあ9位、一番真ん中の9位が一番良かったりするんですけど、まあこうしてみるとですね、 やはりあのたくさん走って走ってきている馬っていうのは疲労しているっていうところもあったりやっとなんとかそのレースにたどり着けましたねっていうそういう馬たちも多いんじゃないのかなということがね言えるんじゃないかと思うんですよね一つ一つあのレースで2着じゃなくて1着になってたら出れたのに間に1レース挟まなきゃいけなかったみたいなそんなことも多々出てくるのがまあ上位の馬たちだと思うんですよね。 で、その条件、先ほどと同じ条件での今度11頭以下でのレース成績となります。で、この動画で、ね、2018年以降の成績となるんですが、これ面白いですね。11頭以下、え頭、ー、数が少ないオープン戦ですよね。まあ、ああの、出ようと思えば出れるみたいな、そんなような状況になっているレースなんですけど、ここにですね、走り倒して1位の馬、勝率4.7極端に低いですよね。 やっぱなんか、いっぱい走ってきて、まあ、出れるなと、このレース。で、手薄だよな、頭数も少ないし、みたいな、ノリで出てくる馬が多いんじゃないかなと。そういう馬のやっぱ勝率低いんですよ。で、下の方ですよね。もし、あのー、まあ、出走頭数も少ないし、しっかりまあ出れる状況で出てきてる馬たち。5位以下の勝率が13%超えてくるんですよ。極端じゃないですか、これ。 この数字ってね、なかなかあの競馬ファンの人は見たことないと思うんですよ。僕もね、おおと思いましたね。これ見つけた時にはね。はい。なので、特にね、一番走って小灯数のオープン戦に出てきた馬にはかなり注意したいと。うん。で、真ん中より下ぐらいの馬たちですね。あまり走っていない馬たち。そこをきっちりね、目指してきたような馬たちを狙うべきかなと。そんなようなね、数字になっております。 はい。次ですね。こちらね、G1 に限定した成績となります。はい。2018年以降というところは変わりませんが、え、なんとですね、G1 に出てきた、馬の中で、レース前24周で一番走っていた馬、え、約5年になりますかね。2018,19、20、21,22ももうすぐ終わりますからね。はい。0勝。これはね、結構びっくりじゃないですか。うん。 これ前自分が買った馬を振り返ってみてください。この1位の馬いたかもしれないですよ。必死に出てきた馬ですね。はい。で、まあ、2、3、4位、当然勝ち星5、3、3ってあるんですけど、勝率が3.9、2.3、2.7。やはりここもね、5位ぐらいから上がるんですよね。6.6、6.8。で、7位が4.6で低いんですよ。8位も2.7で低いんですけど、2着の数見てください。10頭、11頭いるんですよ。うん。 ここがちょっと転がるだけでね、全然あの、勝率も,もっと高かっただろうと。で、9位、10位ぐらいまでは高いっていうことになってきます。で、一番下の方ですね。えー、やっぱりね、G1 ですからね。うん。狙いすましてそこに順調に出てこれた馬っていうのは、当然あの、いっぱい走りすぎていないという感じなのかね。17と、えー、17位、18位のところの勝率が15.8、11.4と高いんですよ。うん。ま、15位のあたりはもう高いですよね。まあ、言うてね、9位以下なんですよ、やっぱり。うん。 真ん中より、えー、今回走るメンバーの中で走ってない、えー、前24週間であんまり距離をね、いっぱい走ってきていない馬、伸びしろもある、体力の余力もある、そんな馬たちの方が成績が良いと。うん、で特に上位1位はもう別格でダメとして、2位、3位、4位、ここの、えー、3強というか3弱ですね、ここもかなり危険だっていうような、ね、数字が実はね、こんなはっきりと出ているんですね。 で、これはですね、えー、全レースの一番人気、えー、オープン関係ありません。オープンとかそういうの関係なく、えー、全レースの一番人気と走行距離での成績となります。えー、もちろん、障害を除き、えー、新馬戦はね、皆さん、あの、走ってませんから、そこは、あの、入れておりません。はい。えー、という順位になるんですけど、これね、一番人気に押される馬でもね、恐ろしいですよね。前24週間で一番走ってる馬、あの出走馬の中でね、二番目に走っている馬、勝率が31.5%なんですよ。 ね、低いじゃないですか。で、3位あたりからぐぐぐっと伸びるんですよ。30%、ね、パ6あたり33%前後。いわゆる一番人気の普通の成績だと言われるところが出てくると、うん。で、今度ね、逆に走ってない10位以下とかになるとですね、ちょっと落ち始めるんですよね。だからやっぱり休み明けであったりとか、うん。 で、他の馬とかはね、まあ、全レースであの見るので、えー、もう当然あの一勝クラス未勝利とかもあるじゃないですか、そういうところでまああのバチバチ頑張ってきてね、成長してきた馬たちにコロッと負けている傾向みたいなのがあるというところです。まあ、下の方を心配する、僕は上かなと思いますね。うん。あの、いっぱい走ってね。 いっぱい前に24周の間に走り倒してで、いい結果を出しているんでしょう、一番人気なんだから。ねで、今度こそはって思ってると、もう十分疲れちゃってて、<laughs> あの馬券率下がってると、えー、勝率下がってますよと、そんなようなね、結果が出ているというところはね、かなりこれ、馬券に生かすべきだと思います。はい、たかだか2 3、3%の違いかもしれませんが、勝率でいうと、一番人気の勝率がね、低いところをあの馬券買っていく、うん、もちろん一番人気以外はですよ、鉄則だと思いますからね。 はい、次です。えー、こちらね、2009年以降の有馬記念、もう近づいてまいりましたね。もういくつ寝ると有馬記念。えー、有馬記念での、えー、レース前、24週走行別の、おえー、走行、走行距離別の成績ですね。すいませんね、はい。走行距離別の成績となります。有馬記念限定です。はい。1番走ってる間、2番目に走ってる間、3番目に走ってる間、4番目に走ってるゼ0勝です。はい。で、えー、5位、6位、7位、9位、10位。 まあここまでですね、ほとんどね。あと、がっつりけ、あのー、下の方の、ね、13円以下とかも、えー、勝ってますけど、勝率で言ったらもう真ん中らへんですね、えー。勝ち馬が多いのはもう真ん中らへん。っていうところがね、結構はっきり出てます。上位4、まあ、あの被る場合もありますから、4頭以上入ってることもありますけどね。だから母数が違うんですけど、いっぱい走ってやっぱ有馬記念に来るっていうのはですね、あのまあ出れるから出ようみたいな。 感じじゃないですか。有馬記念出れるから出よう。で、有馬記念ってやっぱ有馬記念を目標にしている馬って少ないはずなんですよね。うん。やっぱ年末のおまけというか、おまけにして最大の G1 だと思うんですけど、はい。なんで有馬記念のことをある程度考えながら、えっと、レースをこの24周だから半年間ですよね。えー、下半期進めてきた馬たちの成績がいいと。うん。 えでだけど、いっぱい走ってね、なんとか有馬記念出れるから出ちゃいましたっていう馬たちの成績は悪いみたいな、そんなような結果がこれ、明確に出てるんじゃないのかなと、はいえーでそ。これね、距離別なんですけどね、例えば2000メートル台、参照してるじゃないですか、でここってやっぱり天皇賞、秋からね、あの秋初戦動いてここから来てる馬とか、4000から5999、まあ、敷居の問題でこうしてますけど、まあ、約6000ですよね、ここだったらまあ菊花賞とか、えー、そういうところとかを走っているような馬たちですよね、うん、そういうところが多いと。うん ただ、えぇ、ー、有馬記念のレース前24周で6000メートル以上走ってる馬って1勝しかしていないと。これ結構でかいですよね、このポイントもね。はい。なので、順位とこの距離を照らし合わせていくとですね、まあ大体、あのー、例年勝ち馬になっている馬っていう馬は、えー、まあ結構ね、ボス広がっちゃいますけど、絞れると。絞れるっていうか、まああのー、一回ね、あの、一つのフィルターとしてね、有馬記念を予想していく上のフィルターとして使えると。そんなような感じになりますね。なので、この表はぜひあの、なんかスクショでもしておいてもらえたらなと思います。 でまあね、あのこの距離なんですけど、下のクラスではあんまり影響がありませんね、ありませんけど、まあ、オープン以上のレース、重賞、g 1などになると、やっぱ逆算してそこを狙って、順調に来れた馬と、疲弊しながら頑張ってね、たどり着いた馬での差が出ているんじゃないのかなっていう推測ができる数字が、まあ、この動画の方でね、ちょっとあのご紹介できたんじゃないのかなと思います。まあ、馬は物言いませんからね、ほら、僕ら人間だったら、ほら、もう疲れたとか、足が痛いと、うん足首やっちゃってるから、ちょっと休ませてくれとかね、まあ、スポーツの,人間の、あの人間だったら言えますけどね、スポーツするときね いくらプロが見ても、うん、表面的には疲れてないように見えて、ね、あのでレースになったら、ね、あの疲労があったんじゃないかとかいうコメントあるじゃないですか、いっぱい。やっぱそんなもんなんですよ。うん、やっぱ言葉、言語が通じないってやっぱすごいハードルだと思うのでね、はいで。あんだけ走ってるんですから、あのスピードで。それは疲れますよ、馬だってと。と、ね、そんなようなところも、ね、踏まえて、ですねあの今回の動画、まあ、これまたね、えーっと 最初からもう一回見てほしいですね。えー、多分ね、終盤の方で大体、ああ、そういうことかって容量がつかめてきたと思うので、もう一回最初から見ていただけると、あの、より伝わりやすいんじゃないのかなっていうふうに思っております。 はい、えー、そんな感じでね、有馬記念も楽しみですし、有馬記念以外でも使える話、えー、皆さんのバ馬券アイディアにもなる話ということで、今回あの、このね、テーマでお伝えさせていただきました。まあちょっと最近こういうね、馬券のなんだろうな、ちょっとあの、斜めの角度からのものもちょこちょこまたアップ再開しております。はい、まあ、嫌いな人が多いんでね、こういうね、あの、ちょっとマニアックなネタはね、えー、なんですけど、うん。 見たいよって言ってくれる方もいますからね。はい。ちょっと頑張りたいなと思ってやっております。はい。ぜひチャンネル登録してください。えー、高評価もお願いいたします。競馬本の著者やっております。竹内です。えっ、ー、と、まあ、サイト、あの、動画の概要欄にいろいろ紹介ありますので、リンクとかそちらも見てもらえればなと思っております。はい。もう今年も12月ですね。えー、まあ、あの、あと1ヶ月、まあ、ありまで締めたいとこですけど、まあ、ホープフルもありますが、はい。あの、うん。 いい感じのね、ラストスパートしていってですね、えー、まあ、来年につなげましょうよ、みんなで。はい、そんなチャンネルにしていきたいので、えー、みんなで頑張っていきましょう。竹内でした。バイバイ。